愛知県南知多町のマルハ食堂旅館に家宅捜索が入りました。今日海上保安庁の家宅捜索を受けたのは、千田半島を中心に飲食店などを展開するマルハが経営する宿泊施設、マルハ食堂旅館とその運営会社です。海上保安庁によりますと、マルハ食堂旅館は基準値のおよそ9倍の大腸菌などを含んだ排水を海に流した、 水質汚濁防止法違反の疑いが持たれています海上保安庁が行った周辺の水質調査で発覚しこれまでのところ原因は特定されていませんマルハ食堂旅館は2016年にも基準値を超える大腸菌などを含んだ排水を海に流した疑いで家宅捜索を受けていて海上保安庁は経営者などから事情を聞くなどして原因の特定を進めています